あ、どうもこんにちは。今回また逆転裁判ワンツースリーなるほどセレクションから逆転裁判ワンをやっていこうかなと思います。前回とりあえず第2話に入って、なんだっけこの千尋さんが弁護士だったね。いっぱい出てる。とりあえずこのなんか見てなかったけど出てるわ、いろいろ。この千尋さんが亡くなってその事件を解決しようというところに来て、まあいろいろあってこの刑事と話し終わった後だから誰で移動しようか。そう、なんかホテルにそのこの人がいる、まだいるから危険じゃないかってことで行っていこうか。あ、なんかいっぱい怪しいものあるね。9月6日某時刻、バンドホテル303号室。あら、いらっしゃい。あ、BGM いいね。なんか、パープルくんみたいな。はは、なんか調子くるな。いや、これ、声どうしようかな。はた、ピンか。みたいな。弁護士さんよね。刑事さんからお電話あったわ。何にも喋っちゃダメっす。で、あの刑事余計なことしてくれるよ。なんか映画みたいね。埋めよう。あ、埋めようか、あれだっけ、年齢詐称だっけな、違うかな、関係ないか。なんかそんなキャラいたようなっていうか、いるくない、そういうやつ、若作りみたいな、ちょっぴり興奮気味みたいな。あん、ちょっと待ってて、お化粧してくるから。あんって言われてもそんなに変わんねえけどな、別化粧しても。そんな露骨に変わってるように見えなかったけどな。生物画だったっけ。まあそんなような絵がかかっている。ごめん、ちょっとあんまり声当てられないんだわ。レパートリーがね、なくはねえけど負担が。思った通り造花だ。ひまわりとチューリップ以外僕は花の名前は知らない。なんか知ってるだろう、菊だのなんだの知ってるだろう。この引き出しドライバーが挟まってるけど何が入っているんだ、見てみよう。ちょっと何してんのよあんた、触るんじゃないわよ。なんか猫の目みたいな感じになってんな。あら、いやん、人の部屋を勝手にいじるなんて、梅を信じられない、信じらんない。今一瞬だけ顔つきが変わったぞ。あんな引き出し何が入ってるんだろう。まあ、じゃあ引き出しはいいや、とりあえず。テーブルの上にはボトルと2つのグラス。誰か一緒に泊まっているのだろうか。逆転裁判ってさ、あれだよね。なんか犯人の顔はさ、なんか俺が先に知っちゃってるからさ。多分あいつじゃん。なんかいかつい男じゃん。シンプルなデザインのベッドだ。きちんと整えられていて、目を引くところはない。なんかないかな。あ、窓からは夏の終わりの日差しが降り注いでいる。いいね、夏の終わりの日差しって。すぐ目の前にはもちろん綾里法律事務所が見える。確かに部屋の中まで丸見えだけど、誰がいるかまで見分けるのは難しいと思う。そうだよね、だって多分っていうか、その千尋さんがさ寝ていたのってさ、ほんと窓際だったじゃん。ほんと窓際だったから、多分角度的に見えないと思うんだよな、普通に考えたら。ん？じゃあ話してみようか。事件があった時あなたが何を見たのか聞かせてくれませんか。やん、そんな堅苦しい聞き方。もっと仲良くやりましょう。むむむ。あー、事件があった時のことなんだけどさ、君何か見ちゃったんだろう。僕にさ教えてくれないかな。いや、聞きたかったら明日の法廷に来れば。とほほ。そもそもあなたはどういう方なんですか。うわっ、なーに口説いてるの、私を。違いますよ、仕事で聞いてるんです。キャー、かわいい、照れちゃっても。いまだかつてここまで赤面したことがあっただろうか。仕事は何をされているんですか。教えない、バカみたい。
ワンチャン芦田愛菜のモノマネのやつでいこうかなと思ったけど、芦田愛菜のモノマネする人名前忘れたけど、言うわけないでしょ。途方。あのテーブルにグラスが2つあるけど、誰か一緒に泊まってるんですか。うわ、鋭い推理。あなたって名探偵みたいな。いや、そんな大したことじゃ。探偵は裏でゴミでも漁ってれば、てめえ、おい、ぶっ飛ばしてやるぞ、お前。舐めてんじゃねえぞ、貴様、おい。目を詮索される気ないの。好きくないみたいな。とほほ。生半端な、こいつ。使えねえな、こいつ。なんかねえか。あ、これ突きつけてみない、これ。逆に。どうすか、これ。私、証人なのよ。警察側の。わかる？あなたの役に立つ情報なんかあげるわけないでしょ。刑事さんに目って言われちゃうし。ち、使えねえな、こいつ。このクソ甘が、使えねえな。何が入ってるのか気になるな。コンコン、今はダメだな。じゃあ、まあ、とりあえず移動しようか。そろそろ帰ってきてんじゃないかな、こいつ。やれやれ、大先生はお出かけ中か。仕方ない、もう少ししてからまた来るか。お、この偉そうな人、得意の咳払いは。お、あ、でも信用できそうではあるな。ああ、ちみかね、わしを待っておるというのは。あ、あ、はい。思った以上に偉そうな先生だ。ん？その襟のバッチ。なんじゃい、弁護士かね、きちみも。まあ。で、何かね、ちみ。最近は暇だから話を聞いてやろうじゃないか。暇だって。じゃあ、なぜ連絡が取れなかったんだ。ん？どうした？この星影空之助が。ロマンチックだな、星影空之助って。星綺麗そう。話を聞いてやろうと言っとるんじゃよ、チミ。あの、実は、綾里迷いさんの件で来たんですけど。ん？あ、綾里迷い、ねえ。露骨に変わるじゃん。なんだ、様子がおかしいぞ。ああ、わしはそう、忙しいんじゃうちみ。いきなり明日と言われても無理じゃな、無理。言ってないんだけどね、明日来いとは言ってないんだけど。ちょっと待ってください。なぜ明日って知ってるんですか？むぐぐ。とにかく、ダメじゃ、その件だけは絶対引き受けられん。どうなってるんだ？話は違うぞ。まゆいちゃんに何て言えばいいんだよ。あの、BGM いいなぁ。この気の抜けた感じ。絶対無能じゃん、こいつ。どうしたことあるんですか？理由を聞かせてください。いや、その、だから、忙しいからじゃ。依頼人は、依頼人は、綾里千尋さんの妹さんですよ。むむ。千尋さんはあなたを信頼して彼女をお願いしたんです。そんなことは分かっておる。じゃが、すまないが引き受けるわけにはいかん。ひどい人だな。わかりました。時間がない、他を当たることにします。じゃ。ん？何か言いました？無駄じゃと言った。あ、まあ相手が相手だからな。どういうことですか？気の毒じゃが、その依頼、まともな弁護士ならば決して引き受けることはない。まこと申し訳ないが。なぜです？それは言えん。相手が相手だからじゃないよ。悪いが帰ってくれんか。もう話すことはない。やばい、もう方向性忘れた。声変わってるかもしんねえ。どういうことなんだ。ああ、急に変わったな。急に変わったな、こいつ。千尋さんとはどういう？彼女はここにおったんじゃよ、昔な。すごい子じゃった。あっという間にわしのテクニックを身につけてな。ある日突然ここを出て行きよった。あの子にはやるべきことがあったんじゃ。やるべきこと？あの子の目はいつもそれをまっすぐに見据えておったよ。決していらんことはなかった。個人の法律事務所を作ることかな。個人の。あの、すごいですね。お、よく聞いてくれたな。わしのご自慢ねえじゃ。すんばらしいじゃろ。じゃろ。この空の色、この海の色、この麦わら帽子の色。
3億か4億の値がついとるが、わしゃ手放すつもりはないぞ。ああ、絶対売らん。君にもな。買うつもりもないよ。売らんぞ。買いません。じゃあ、まあ、こいつは使えねえからな、もう。使えねえからどっか行くか。うん、どこ行けばいいんだろ、次。あ、てかあれか。あの子に言いに行こうか。とりあえず、ダメだったっつって。午後3時42分、留置所面会室。いや、あ、どうでした？会いました、弁護士の先生に。うん、まあね、どうしよう。あのさ、とても正直な話せない。やめた方がいいと思うな、あの先生だけは。具合悪そうだったよ。ガリガリに痩せ細っていて。うん。何があったんですか？もしかして断られたんですか？え？そうなんだ。見せられちゃったんですね、私。いや、違うから。家族は？お姉ちゃんだけでした。父は小さい頃に亡くなって、母はどこにいるのか分かりません。絶対母出てくんじゃん。絶対母が最後の方出てこない、これ。分からない。死んだわけじゃないのか。私たち綾里家の女は代々霊媒師として生きてきたんです。綾里の血は強い霊力を宿しているから。今から15年ぐらい前、私たちはある事件に巻き込まれました。そしてある一人の男によって母は破滅したんです。破滅？そして母は姿を消してしまいました。それから数年後、お姉ちゃんは弁護士になると言って山を降りたんです。なんか大きな事件が絡んでそうだな。じゃあ今は一人で？そうですね、もう慣れちゃいましたけど。それに私が一人前にならなきゃ綾里の霊力が消えちゃうし。この子ずっと一人ぼっちなのか。母を破滅させた男。そんなファンタジーな世界なのかこれ。その君のお母さんを破滅させた男って。今から15年ぐらい前、不思議な殺人事件がありました。世間はその話題で大変な騒ぎだったそうです。警察はどんな手を使ってでも犯人を逮捕したかった。まさかそれで霊媒を？警察に説得されて？説得されて母は被害者の霊媒をしました。へえ、すごいな。じゃあ事件は解決しました。一度は母の言葉で逮捕された男は無実だったんです。このことは全て極秘で進められていました。でもそれをスクープした男がいたんです。その男は大々的にマスコミを動かして母をインチキだって。母は日本中の笑い者に。ああ、まあ確かそういう意味でね、存在が消されたじゃないけどさ、破滅、わからなくもないな。なるほどね。コナカ。え、コナカ。その男の名前、お姉ちゃんから。コナカ。あ、そろそろ国選弁護士の先生が来る時間。うん、4時、タイムリミットか。どうする、この子を見捨ててこのまま帰るのか。え、これでもゲームオーバーになるくないこれ。帰ったらゲームオーバーじゃない。決めた。君が何と言おうと僕が弁護をする。はっ。どうして？どうしてって、それは放っておけないから。犯人は他にいる。自分でもわからない。放っておけないから。味方が一人もいない悲しさ、そして孤独な感じ。実は僕にも覚えがあった。遠い昔の話だ。今の一瞬のカットですごい情報量あったな。 T シャツが気になったな。そもそも僕はなぜ弁護士になったのか。そういう孤独な人の味方になれる唯一の存在が弁護士だからだ。へえ。まゆちゃん、僕は君の味方だから見捨てることはできない。ほう、弁護士さん。さて、
そういうことだからよろしくね。あ、はい、こちらこそお願いします。なんか見違えるように元気になったぞ。最後に確認するけど、無実と信じていいんだね。はい、私弁護士さんを信じます。だから弁護士さんも。うん、わかった。さてこうなると確認しなきゃならないことがあるな。あの怪しい女の引き出しの中、あの女の態度が変わったのは引き出しを調べた時だけだ。何かあるに違いない。あ、行こうか。じゃあ行った方がいいのかな、これ。じゃあ、あ、誰？ボーイ。てかさ、あれドライバーじゃん。これ中に入ってた手紙取ったんじゃないの？あれ普通になんか千尋さんがさ、なんか迷いちゃんと電話してる時にさ、なんか書類をさ、この中に入れとくからみたいに言ってたけどさ、そのここに入った書類をさ取るためにドライバー使ったんじゃない？わかんないけど。いらっしゃいませ。あ、あなたは？あ、申し遅れました。私、このホテルのボーイでございます。ははあ。ルームサービスをお届けに上がった次第でございます。あの、梅尾さんは？は、お客様は今バスルームでございます。では失礼いたします。ま、どうぞおゆっくり、お楽しみを。え、いや違う。ここに来るたびひどい目に遭ってばかりだ。しかし部屋を調べる絶好のチャンスだな。あ、そうそう、そうでした。わっ、な、何？お客様にお電話があったことを伝えていただけますか？株式会社コナカルチャー、コナカルチャーのコナカ様からでございます。はあ、コナカルチャーのコナカ、なんか引っかかる名前だな。そうだね、お姉ちゃんから。お母さんを破滅させた男の名前か。ゴナカ。偶然なのか。これマストでしょ。他だって全部調べてんのか。行こうか。ドライバーが引っかかって引き出しが半開きになっている。今のうち中を調べておこう。はっ、これは盗聴器だよな、間違いなく。あの女なんでこんなものを。証拠品、盗聴器のデータを法定記録にファイルした。やっぱりあれ、松竹だっけ。松竹梅雄は怪しいぞ。こんなものを持ってホテルに泊まってるなんて、絶対何か裏があるに違いない。よし、明日の法廷はこいつも武器にして戦ってやるぞ。迷いちゃんのためにも絶対にこの女の正体を暴いてやる。ボーイさん、まだいるの？おっと、そろそろ退散するか。明日また遊ぼうぜ、梅尾さん。なんかお前急になんかあれだな、法廷でな、急になんか勢いついたな。お前そんな元気な子じゃなかったじゃん。続くってどういうこと？そんな元気な子じゃなかったのに。第2話の1日目か。第2話の2日目か。オッケー。あ、分かれてんだ、捜査パートと法廷パートが。あ、違う。あ、そういう感じか、逆転裁判って。地方裁判所第一法廷。でもこれあれだな、ちょっとやって終わるわ。あ、来た。これより、挨拶迷いの法廷を改定します。検察が、お前の声どうしようか。声引き継ぐか、お前、あのハゲたおっさんの。検察が準備完了しております。弁護側は準備完了しております。三剣霊二か。あ、ケンジだっけ、なんだっけ。ケンジはあれか、普通にあれだもん。霊二でいいのかな。え、ボーイ残ってんだけど、なんで。今日はどんな小さな隙も見せられないな。三剣ケンジ。あ、むずい。冒頭弁論をお願いします。被告人、あやさとまよいは事件当時殺人現場にいた。検察側は彼女が犯行を行ったことを示す証拠と。ちょっとキャラに合わないな、さすがに。は
犯行を目撃したという証人を用意している。被告人の優勢は合わない。俺はレパートリーないから一点の疑う余地もないだろう。なるほど。では早速始めてもらいましょう。最初の証人を入廷させていただこう。捜査の指揮を取った糸のこぎり刑事。証人、名前と職業は？は、自分の名前は糸のこぎり圭介っす。所轄署の殺人事件捜査担当の刑事っす。糸のこぎり刑事、まず事件の説明をお願いする。は、では上面図で説明するっす。あ、わかりやすい。BGM かっこよ。死体は窓際のこの位置に倒れていたっす。被害者の死因は鈍器で殴られた際の失血っす。凶器は考える人の着物で下のそばに転がっていたっす。女の子でも十分犯行が可能な重さっす。ではその凶器の着物を受理しましょう。相変わらず置物扱いか。はい。さて刑事。はいっす。君は現場にいた綾里迷いをすぐ逮捕した。それはなぜか。動かぬ証拠があったからっす。ふむ。では糸のこぎり刑事、その動かぬ証拠とやらを証言してください。アストマイを倒した理由。自分は電話の通報で事件を知り現場へ駆けつけたっす。現場には二人の人物がいたっす。被告人の綾里迷いと弁護人なるほど龍一。ちょっと裁判官さん、弁護人なるほど龍一。自分は迷わず綾里迷いを逮捕したっす。その理由は通報者の目撃証言があったからっす。その通報者は綾里迷いの犯行の瞬間を見ていたっす。ふむ、犯行の瞬間を見ていた。なるほど。ではなるほど君、尋問をしてもらいましょう。はい。そんなこと言われても今の証言に矛盾するような部分なんてあったか。ひゅっ、カツ。はっ。被告席の迷いちゃんが何か投げてきたぞ。何何？お姉ちゃんは証言に矛盾が見つからないとき、とりあえずハッタリをかけて証人を揺さぶっていました。あ、第2話からあれなんだ。揺さぶりが使うんだ。揺さぶられた証人は、動揺して口を滑らせることが。はあ、さすが鬼弁護士の妹だな。よし、やってみるか、僕も。じゃあこれやって終わろうかな。どうかしましたか？いえ、では、尋問させてもらいます。怪しいことが出そうな箇所を揺さぶるんでしょう。自分は電話の通報で事件を知り現場へ駆けつけた。まあまあとりあえずいいや。現場には二人の人物。まあこれも本当だよな。まあこれも本当。綾瀬の前を逮捕したっす。通報者の目撃証言があったから。どこだ。でも犯行瞬間を見ていた。いや、そうだな、後半だな。後半の2つのどっちかだな、多分これ。こう行ってみようか。ちょっと待ってください。なんす？さっきあなたは確かこう言った。動かぬ証拠があったから被告人を逮捕したと。え、そんなことを言ったっすか。自分が言いましたよ。言いましたね。言った。怪しげなピンクの女性の証言のどこが動かぬ証拠なんですか。なんと梅尾さんは怪しげでもピンクでもないっす。いや、ピンクはピンクっすけど、決してその悪いピンク。もう結構です、糸のこぎり刑事。もっとはっきりした証拠はなかったんですか。うーむ。
なるほど、揺さぶるってこういうことか。あったっす。え、そうっす、証言の順番を間違えたっす。こっちを先に言えばよかったっす。では刑事、もう一度証言してもらいましょう。あ、どうしよっか、ここで一旦切ろうかな、じゃあいや、でもここ終わりたいな、このパートぐらいは。容疑者を確保した自分は次にこの目で現場を調べたっす。そして下のそばでメモを見つけたっす。明らかに血で迷いと書いてあったっす。科学分析の結果、この血は被害者のものに間違いないっす。そして被害者の指には血がついていたっす。被害者は死ぬ前に犯人の名前を書き残したっす。どうっす、これが動かぬ証拠っす。ふむ、尋問に入る前に刑事に一言を言っておきます。は、は、なんで先にこれを証言しなかったんですか。いや、お恥ずかしいっす。気をつけなさい。では弁護人、尋問を。どこだ。容疑者を確保した自分は次にこの目で、あ、てかなんか匂うか、血文字。そうだよね、別に怪しいとこはないよな。どうしよっかな。いや、これはまだ早いな、絶対に。また揺さぶるのかな、これ。ドンキ行かながらでしょ。血を目撃した。そして下そばでメモを見つけた。明らかに血で迷いと書いてあったっす。被害者のものに間違いないっす。被害者の指には血がついていたっす。被害者は死ぬ前に犯人の名前を書き残したっす。どれだ？よし、矛盾を叩きつけてやるとするか。あ、矛盾があるんだ。この目で現場を調べたっす。メモを見つけたっす。どうしよう。メモを見つけたっす。明らかに血で迷いと書いてあったっす。科学分析の結果、この血は被害者のものに間違いないっす。血がついてたっす。被害者は死ぬ前に犯人の名前を書き残したっす。これなんか兄弟であるってことを言えばいいのかな。だってそれぐらいしかなくない？だってこれ突きつけても変わんないしさ。これ出すの早くないか、でもタイミング。どうしよう。東に血がついてたっす。被害者は死ぬ前に犯人の名前書き残したっす。わかんなちょっと待ってよ。ああ、でもどうなんだろう。これでさ、今晩の9時にお願いねって書いてるからさ、まあ、9時に、まゆいちゃんは来る予定があったってことは、あれだもんな。揺さぶってみ、とりあえず揺さぶってみていいかな。それを千尋さんが書いたという証拠はあるんですか？もちろんっす。自信満々といった感じだ。まずいな。どうしよっかな。矛盾ある？各自のこの上感覚。はい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 。沼を見つけた。迷い。被害者のもの。ここかな？わかんな。どれだ？でもこれぐらいしかなくない？だってこれ。ねえ。この証拠品は今の証言の矛盾をはっきり示しています。装飾品と今の発言がどう関係するんですかな。しませんかね、やっぱりごめんって。もうどれかわかんないじゃん。どうした。人の子刑事、被害者が犯人の名前を書き残すケースはかなり多いんですか？推理小説やドラマなんかではよく見かけるっす。
何をバカなこと言ってるんですか。ぐ、現実にはどうなんですか。あまり聞いたことないっす。被害者が妹の名前を書き残すなんて不自然だとは思いませんでしたか。そうっすね、実は少し。ちょっとすんだ、やっぱそっか、なんか矛盾を見つけるって言ってたけど、その揺さぶるも構えながらいろいろやっていくんだ。オッケーオッケーオッケー、それ分かったら大丈夫だわ。証人がどう感じたかは問題ではない。問題は被害者が被告人の名前を書き残して告発していることだ。自分を殺害した犯人として。正式に今のはかなり不利に響いたな。そうっす、ミツリゲ検事の言う通りっす。証言はここまでだな。よし、虫の叩きつけたね。あるそういうことか。いや、ワンチャンさ、これ凶器がさ、なんていうの、鈍器だからさ、指に血がつくわけなくねみたいな思ったけど、まあでもなくはねえか。なくはねえか。そっか、なくはねえか。被害者みんな血がついてたっす。どこ？わかんな。あれか、解剖記録がさ、即死だからさ、そんな余裕なかった的な？的なじゃない？糸の子刑事、一つ確かめておきたいことがあります。あなたは被害者の千尋さんがこの文字を書いて、被告人綾里真由を告発したと。お、正解だな。よかった、すんだ。ここできるか。ここできるわ。なんか切り方わかんねえから、多分このまま行っても。こうできるわ。じゃあまあ、あざした。